かおり沖縄。沖縄はまだ暑いですね。今日はですね、実は一番おすすめしたかった沖縄そば屋さんに連れて行きたいと思います。いろんな有名な沖縄そば屋さんいっぱいあるんですよ。沖縄そば選手権とかっていう本があったりとかして、人気ナンバーワンから50位ぐらいまでとかっていう、しょっちゅうあの沖縄そばってランキングで特集されるんだけど、そこのねもう上位のそば屋さんとかももちろん僕も行かせてもらいました。とっても美味しいです。でも僕が今から行く浜那覇牛商店という沖縄そば屋さんは、ああいう麺を食べたのが初めてかもしれない。麺にねあるものを練り込んでるんです。カツオ出してあっさりしてるのも美味しいけれども、別にあっさりしてるからって味気ないわけじゃなくって、ちゃんと存在感のあるあっさりみたいな、それをねちょっとね皆さんに味わってもらいたいんだよな。空港からレンタカーで10分とかで着くんじゃないかな。すごい近い。ちょうど空港と国際通りの中間ぐらいにある。で、国際通りからでももう歩こうと思えば歩いていけるし、レンタカーだったらもっと楽だし。ボトルネックかってことですよね。ボトルネックもうまいね。カツオだしが回遊してるもん、スープの中で。あれはお見事。ただね今ね沖縄そば屋さんが戦々恐々としてるのがね、本土から有名なラーメン店が続々と沖縄に上陸してるんだ。でラーメン屋さんにみんな行くようになってね、やっぱカツオだしだな。俺が勧めたいのは豚骨系よりも沖縄そばの麺がいいよねやっぱり。でもね太麺細麺縮れ麺ってあるんだけど、俺はやっぱり縮れ麺が好きだな。自分が縮れてるからかな。縮れてる、腕だけ縮れてる。はい、58号線に出ました。よし、車止めたよ。暑いよね。ほら、いっぱいだもん。どうしよう、待つ。メニューこうやって選ぶの良くないですか、味が。やっぱ沖縄そば、小中大。やっぱ早期じゃない、早期の中じゃない。850円、これを取ってお願いします。はい、ありがとうございます。ちなみに玉那覇牛商店の玉那覇牛っていうのはお名前です。ご紹介、玉那覇牛さんです。沖縄はおばあは牛とかかまどとか鍋とかっていう名前が多いです。ちょっとだけ皆さんベラベラ喋ってますけど、あのちょっとだけ迷惑かけます。牛って名前ってやっぱ珍しいのかな。沖縄は牛とかかまど、鍋っていう名前のおばあちゃん多い。うちのばあちゃんかまど、テルヤかまど。要するに昔のおばあとかって生活必需品から名前を取るのが多かったわけ。じゃあ農業で耕すときに牛を使う、かまどでご飯お米を炊くとか、鍋で料理する、生活に必要なものを名前につけるとかっつって、鍋おばあとかいっぱいいるし。冷蔵庫とかちょっとバカにしたね。すいません。オーブントースターオーバーとかいると思ってるんですよ。宮古島とか行くと名前どんどん強くなってきて、カニメガとか、でっかいカニってことじゃないよ、牛メガとか、でっかい牛ってわけじゃない、かまどメガとか、でっかいかまどじゃないから。結構沖縄の名前豆知識かもしれない。来ちゃった。嬉しい、出会えた。来て、これ見えるかな、見えない、難しい。これがうまいから、カツオだしも濃厚だけど、ね、ここはね、ね。7年前です。いただきます。スープから。液状の鰹節の麺、これよ、これ普通の麺、沖縄そばの麺と違う。ちょっと半透明なの。このもちもち、普通の沖縄そばって小麦粉と灰汁だったかな、混ぜるんですけど、ここ月桃っていう葉っぱがあるんです。沖縄では有名なムーチーっていう餅があるんですけど、その月桃の葉っぱは殺菌作用があるんで、その葉っぱに
餅を包んで蒸して食べるムーチーっていうのがあるんですけど、ゲットの葉っぱを粉末にして麺に混ぜてます。僕は初めて聞きました。それはすっごいムチムチ。沖縄の庭先とかに結構生えてます、ゲットの葉っぱは。ただね、一向に増えるのがほっといたら、どん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 伸びてきて、どんどん広がって、どんどん家を包み込んで前をたまきやるからな。早期あばらね豚、それが早期。ほのかに甘い味付けが、もうね、雑誌に有名な沖縄そば屋さんいっぱいあると思うんです。でももしよかったらここの玉川牛商店そば麺ですけど、麺の違いを味わってください。ゲットを粉末にしてるからこのもちもちが出せる。こうさせるんだもん、顔これ薄いっちゃう。味変入れすぎたらダメ、危ない。このわー、辛い、辛いけど、はい、もう終わっちゃう。完食。違う。ごちそうさまでした。お見事でした。もしよろしかったら皆さんも玉名牛商店の月桃が混ざった沖縄そばの麺味わってください。アジア。ナマステ。田島春です。どうも。ヨガで日常のストレスを取っていきまひょ。今日は猫のポーズから背中をぐーっと丸めながら、人の足元にゲロ吐きましょう。うぅー、そうです。もう一度背中をぐーっと丸めながら、部長の足元にゲロ吐きましょう。そうです。はい、今日はここまでです。ではまた、チャイチャイ。